アリオナ・ボルソバはモルドバ出身でスペイン国籍の女子プロテニス選手。2012年から2013年まではモルドバ国籍としてプレーしていたが、2013年からはスペイン国籍としてプレーしている。WTA ツアーではシングルス・ダブルスともに未勝利。身長 174cm。右利き。バックハンドストロークは両手打ち。 WTA ランキング最高位はシングルス88位、ダブルス299位。モルドバの首都キシナウに生まれたが、幼少の頃にスペインに移住した。父親のバディム・ゾトウェーノーブは400メートル障害を専門とする陸上競技選手であり、1992年、バルセロナオリンピック1996年、アトランタオリンピック2000年、シドニーオリンピックに出場している。 母親のオルガ・ボールソバは、ソータ高跳びを専門とする陸上競技選手であり、1996年アトランタオリンピックに出場している。母方の祖父のビクトール・ボリショフも、ソータ高跳びを専門とする陸上競技選手であり、1960年ローマオリンピックに出場している。2015年全豪オープンジュニア女子シングルスでは、ベスト8となった。 2016年には、オクラホマ州立大学に入学し、2016から17、シーズンは、NCWA のシングルスで31勝7敗、ダブルスで25勝7敗の成績を残した。2019年全豪オープン女子シングルスでは、予選2回戦で、ポーランドのイガ、シフィオンテクに敗れた。2019年全仏オープン女子シングルスでは予選を、勝ち上がり、4大大会で、 初めて本戦に出場した。本戦では、ロシアのベラズ・ズボナレワに、2回戦で、ルーマニアのソラナ・チルステアに、3回戦で、ロシアのエカテリーナ・アレクサンドロワに勝利して4回戦に、進出したが、4回戦で、アメリカのアマンダ・アニシモバに敗れた。2019年ウィンブルドン選手権女子シングルスでは、予選1回戦で、アメリカのコリゴフに敗れた。 2019年7月15日、シングルスの WTA ランキングが自己最高位の88位となった。2019年全米オープン女子シングルスでは、本戦1回戦でチェコのバルボラストリコバに勝利したが、2回戦でルーマニアのソラナ・チルステアに敗れた。ありがとうございます。